はい、皆さんこんばんは、よしもねー。さあ、ドラゴンクエスト11続きやっていくんだけど、なんか珍しくね、このゲームってその目的地が明確にこう記されてたりするんだけど、今回は新たな土地を冒険しようとしか書かれてないんだよね。だから好きなとこ行けって感じだな。なのでこのバンデルフォン王国跡、ちょっとここ行ってみようかな。あれ？ってことは、この感じだと、ヴァンデルフォン王国跡はまだ行かない感じか。まあそうだよな、理由もなく行くところじゃねえよな、王国跡に。違うのか。じゃあ、グロッタの町ってとこ行ってみる？ユグノア地方ってとこに行かなきゃダメなんだ。普通にデデンリュウがいるね。これ、壺開いてる。ああ、通体打ってことはそんな強くないのかな。しびれろ、しびれていくこの神の断言強いよな。しびれさせるってすごい強くない？まあ、あいつ当分動けないからね。ギラでいっか。ギラ効かないかな。あ、普通か。こいつらがなんか火吐きそうな感じだから効かないかなと思ったら普通に効くわ。あー、全然強くねえな。なんかもう30ダメージぐらいもすぐ回復できるからさ、そんな強いと思わないんだよね。あー、これ雑魚だお前いつまでしびれてんねんお前。はい、 MP くださーい。え、これしびれって強すぎじゃない？これしびれの状態上ってやばいね。もうじゃあ MP もらうわなんかしびれてるから、じゃあ MP もらうわ。しびれ強いな。イエローアイ、ちょ、目ん玉落とすのやめちゃくり。これフリーズブレード取れるんだけどさ、消費 MP10 って強いすぎやない？こっちの分回しは。あー、でも取っとくか。せっかく解放したパネルだし取っとくか。せっかくだから使おう。お、ブリザードソード覚えた。かっこいいじゃん。中二心くすぐるね。で、セーニャはこれでいいか。最大 MP が10増える。そうだな、他は取れないよね。ちょうどいい感じの敵出てきたな。ここにちょっとフリーズブレードの強さを試そう。全員に50ぐらい与えてくん。あー、でもゾーン入ってから力上がっちゃった。まあいいや、この状態ちょっと打ってみよう。いや、ブリザードソード、ブリザードソードやっとくせっかくだから、せっかくだからな。おお、まあ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 、まあ、さあここだね。グロッタの町結構でけえっていうか、なんか町って感じじゃねえな。なんかごついから町って感じがしねえな。なんか仮面闘技場みたいなこと言ってたよねさっき。あー、じゃあグレイグがここで優勝したとかそういうこと？あれなんだね、ホメロスだっけ、あの自称軍師。あいつは弱えけど、なんだっけ、グレイス？ちょっともう名前忘れたわあいつは強いっぽいね普通に。タッグマッチか。結構高いね。そしたらまずはね、武器とか防具を新調したいね、そろそろ。あー、これは強い。シャドウエッジ20も上がるよ。ただ高えな、ほんとに高い。装備しておいて、あとはカミュの武器、毒牙のナイフを両手にしよう。両手にすると、利き手じゃねえわ。もう利き手には装備されてるから、神はいちいちこっちの画面行かないとダメだから、めんどくせえな。これ神の探検をどっかのナイフに変える。
オッケーオッケーオッケー。しかもどっちを麻痺させる感じのあれだからいいんじゃないのこれ。てかかっこいいな。めちゃくちゃかっこよくねこの断剣。バタフライマスク、カミューがこれ10上がるんだよね。カミューちょっと防御力神だから、神につけよう。麻痺に強くなるって書いてあるしね。他は三河氏の服、敵の攻撃をかわしやすくなる魔法の服がこれ、これベロニカにつけたい。19も上がるし、やっぱベロニカ HP 低いし防御力も神なんで。ただ3000ってお前高すぎー。え、売りまくったんでこれをベロニカに装備させれば完璧だな。セーニャはまだ踊り子の服装備できるね。全然防御力上がんないから。踊り子の服取っちゃうと普通のセーニャに戻っちゃうしね。今の方が見た目好きなんだよな。これ道具屋なんだけどさ、この怒りのタトゥー、これ欲しいよね。身につけると攻撃力が上がる不思議なシール。あとこれ多分錬金にも使えると思うんだよね。これどうしよう、カミューにつけるか。エントリーはここだな。え、うわマジだ、景品になったんだ。もう出るしかねえじゃん。仮面を作らなきゃいけないのかな。なんか東京グールみたいだね。あ、仮面はくれるんだ。パートナー選び。え、パートナーって何？その大会のメンツから選ぶ感じ？仲間じゃダメなんだ。え、もう始まんの？仮面舞踏会。へえ、自分確か11だよね。なんかまともなメンツいねえな。なんかあのベロ出してるやつ何なんだあれ。犬に育てられたのかな。お、来たねー。え、し、てか主人公の仮面かっこいいじゃん。あ、見て、新しい武器。シャドーブレードだっけ？かっこいいね、あの武器も。8番。あ。あ。なんだ？姫とか言ってたな。7番。ハンフリー優勝候補とか。あ、前大会のチャンピオン。なんかちょっと薄汚ねえな。薄汚ねえじゃねえ。なんかちょっと怪しいな。だいたいこの目つぶってるやつってなんか本性を表した時に目開くってそれ一番言われてるからね。何？
またあの姉ちゃん派手にやってんだよな、やっぱり。しかもこいつあれじゃん、メンバーじゃねえかよ。闘技会最悪の結果に終わった。誰とチームになったんだお前。ガレムソン、いやーなんかうさんくせえなこいつマジで。しかもなんかドラゴンボールにいなかったかこいつ。あーでもチャンピオンになんだろう、その従順というか急に素直だなお前。走り方ダッサ。こいつなんかやばいよな、なんか見た目やばいもん。もう見た目がもう敵って言ってるわ。なんか子供たちが腹をすかせて、お前めちゃくちゃいいやつやんけお前、めちゃくちゃいいやつやんけお前。宿屋まで迎えに来てくれんのかよ、彼女かお前。もう宿屋の前っていうかもうなんか部屋まで入ってきちゃったよこの人。なんか熱い人なんだな意外と。目つぶってるやつはなんか大体冷徹って、それ俺の中で一番言われてたけども、俺の中で一番言われなくなったわ。あれガレムソン、ガレムソン敵じゃねえかよ1回戦の最悪って、チームあの舌出してたやつかよ。ここまで完璧な流れ。あーハンフリーの仮面もかっこいいな。いやわかんない、左のやつもしかしたら強いかもしれんよ本当は。なれそう。キングスライム級の重量を誇る俺らのケツってお前らホモかよ。ベロベロベロ確かに最悪だったな。お、やる気の目になった。もう、ね、ネタでしかなかったなこれ1回戦は。戦う前からわかるわ。ベロリンマンとガレムソンなんか同じ構えやめろお前ら。あー雑魚だ炎の爪強すぎチャンピオン強すぎー。あでも36与えられる、こっちも弱えー弱すぎる。しかもなんかしかもあのベロリンマン、あの俺を狙うはずが普通にガレムソンじゃねえわ、ハンフリー狙ってるっていうね。作戦お前もかい。おーでも痛恨の一撃だ、やるじゃん。ウィングブロー、はあ炎の爪の方がいいんじゃねえ炎の爪の方がいいんじゃないか。うわーゾーンに入ったか、めんどくさい。え何こいつら、何作戦どこ行った、作戦どこ行ったお前ら。ゾーンはめんどくさいんで、ちょっと終わすに限るな。ウィングブロー、オッケー。もう作戦のクソもなかったね、自分で立てた作戦を忘れていく男。あーやっぱダテリチャンピオンやって、おっとお前みたいなやつんで、お分身、面白い技使うな。あ分身攻撃するんだ、俺はちょっと本体いっちゃうよ。あ待って、これフリーズブレード行こう。おら、オッケー。おいめんどくせえよあでも2体だ、なるほど、使っていくたびに、あ2体じゃねえわ。わけわけ、じゃあもう一回フリーズブレードいきまーす。おら、よし普通に本体殴ればよかったな。経験少な、雑魚敵より少ないよお前ら。
いや、ハーフリー頼もしいね。強いわ。普通に俺以上の攻撃力だからな。女武闘か。さっきの女の子か。え、なんか神と戦ってるけど。神、お前出てたのかよ。マジかよ、神が苦戦すんのかよ。好きだらけよ、坊や。マジか、めっちゃ強いやん。もしかしてあれか、ハンフリーはその子供たちのために優勝して、そのお金を子供たちにこう分け与えてるというか、それで食費にしたりとか、そういうキャラか。あー、やっぱそうだ。めっちゃいいやつだな。お前、うさんくせえとか言ってごめんな、アンフリー、ほんとに。めっちゃいいやつやんけ。また喧嘩してるぞ、なんか。姫、ハンフリーに気をつけなさい。え、やっぱうさんくさいの？やっぱり、まあ、目つぶってるキャラはうさんくさいって、それ俺の中で一番言われてたからな。行方不明事件、あ、そっち？そっち？てか、あの女武闘士なんだっけ、名前忘れたけど、なんかエロすぎじゃねえか、格好なんか。あ、ハンフリーいるじゃん。なんだ？どうなんだろう。あいつ自身が行方不明になるか、なるのか、それともあいつが、なんつーの、そのアウトなのか、どっちか。おお、なんだ。あ、やっぱめちゃくちゃいいやつじゃねえかよ。
今回も優勝しなきゃいけないね、これ。なんだ？オーマイガー、泥棒か。うちに泊まっていったらどうだ。なんか間違い起こんない。大丈夫？まあ、こんなガチムチのおっさんに守られてりゃ大丈夫か。はい、ということで今回ここまでにしときましょう。いや、ちょっと次回が気になるけど、族ってのは誰だろうね。もしかしたらあれじゃねえ、あの黒いさ、あのあれかぶったやつじゃねえの、 こいつ目の前にいるこいつの黒バージョンのやつじゃない、ガレリウスだっけ。名前もあるぐらいだからな。さらば。